ピュルトから一からいつけめことからちゃんあききでーす。ってことでですね、今回ですね、ローラーとシューターとチャージを使っていくんですけど、どんなね、ギアにもね、武器にもね、合うギアがね、実はあるんですよ。それがですね、こちら。イカ忍者とイカ族、イエーイ！ってことでですね、今回はですね、イカ忍者にイカ族をガン積みしたこのね、最強 2.9 ギア、そしてイカ忍者をつけた、もうね、本当にもう忍び寄る影っていうギアです、これ。本当に強いんでね、とにかく今から皆さん見てってください。ってことで、もうね、どんぐらい強いかって言いますと、もうほんとめちゃんこ強くて、もうめちゃんこの目をなくなるとちゃんこになるじゃないですか。で、ちゃんこってめちゃくちゃでかいじゃないですか。お相撲さんが食べるちゃんこ鍋っていうのがあるんで。でかいんすよ、このギア。やっていきましょう。さあ、やっていきましょう。イカ忍者といえばね、やっぱりローラーっていうのがね、結構皆さん頭に浮かぶと思うんでね、とりあえず一戦目はローラー持っていきたいと思います。はい。まあ、忍者といえばやっぱ日本、じゃないですか。ほら、見て！全然しぶき立たない。やばくない？でね、イカ忍者をつけると、イカ速っていうか、そのイカ状態の速さが遅くなるっていうね、アップデートがね、最近強すぎるあまり入ったんですよ。でも、こんだけイカ忍者積んでることによって、もう何も怖くない。もうね、本当に、怖くないよ。やばいよ！オッケー。あ、まだいる。うわ、そこ行かせないようにすごいするな。やれっかな、これ。まあ、俺のレベルだったらやれ。まあ、イカ忍者の何が強いってさ、やっぱさ、結構あんバレにくくなるわ、本当に。騙されたと思ってみんな騙されて、本当に。マジでね、バレない。ほら、これもバレてない。ほらね、今の全く関係ないかもしれないけど。単純に、イカ状態になるのと人状態になるのって、スプラトゥーンの1試合でどっちの方が多いって考えた時に、まあ、どっちだろうってなるよね。うん、俺もわからない、それは。だけど、そんくらい、イカ状態を使うわけじゃん。イカ状態を使うわけじゃん。それで、イカ状態で進んでる時にバレなくなるんだったら積んでる、え？頂上か、びっくりしたー。なんか隕石でも俺に降ってきたのかと思ったわ、今。急に死んだんだもん。でね、イカ忍者、本当にイカ状態が多い人とかね、特にもう持った方がいい。あー、ごめんなさい、今のは。間に合わなかったか。あ、夜落ちした。ほら、この人もイカ忍者積んでるでしょ？イカ忍者とイカ族。そうなんですよー。もうローラーってね、安全靴とかもね、なんか積んでもね、あまりもうなんかその足場取られた時はもうオワコンみたいなとこあるし、もうね、もうイカ忍者が、イカ族ガンガン積んじゃっていいと思う。やっぱイカ忍者だけだと本当に遅いんだよね。あいつずっと上にいる。あれどうにかしてな、下ろさないとな、右の矢倉が、そこはやばいな、これ。いや、右高下ろさないとな。そんなとこにいるんじゃね、なんとか、縦振りで、オッケー、下ろした、オッケー。これで、この辺にいるか？蘇我の、いるか？自分に積もっちゃった。さて、行くぜ！対価の会心！あ、思いっきり被る！やっぱローラーって射程が限られちゃってるんで、まあ、縦振りって言っても、縦振りの先っぽじゃ倒せないし、やっぱね、普通のシューターに比べたらね、射程が短いわけですよ。だからね、いかにんじゃ積んどけば、やっぱバレにくくなるんで、やばい、これ、やだ。これ、イカ忍者だったら、このロボットにもバレないかもしれませんからね。うん、バレないかもしれませんからね、みんな。ロボットにもバレなかったらやばいよな、ほんとに。やばい、これはもうちょっと突っ込む。いや、無理か。これで一回一枚もやれない。一枚やった。けど、これ雨の中か。あ、雨よかった。ちょうど終わってくれた。オッケー。とりあえず止めたけど、とりあえずヤグラは止まった。オッケー。あぶねー。そう、イカ忍者積んどくだけでバリンクになるっていうのがね、もう全然それ違う。だってさ、映画で、チャーチャーいるよ、見ないでこっち、やだ見ないで、そんな見られたら俺恥ずかしい、メールだから俺突っ込んじゃうよ、ほら、君を見てたからだよ、ずっと、私のこと見てたから悪いんだよ、みたいなね、メンヘラ戦法も強い、やべ、すれ違った、やれっかこれ、危ね、オッケー、そこにもいる、オッケー、上から直撃、オッケー、で、あそこにいるのね、せーねっか、にちめーん、オッケー、さて、降りてこい、そう、いかにんじゃね、ほら、バレな、やばい、だってさ、映画でさ、ジョーンズっていう、あ、やめちゃ、映画でジョーンズっていう映画の知ってますか、サメが、ドゥルン、ドゥルン、ドゥルン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 みたいな感じの音楽あるじゃないですか。で、サメが迫ってくるじゃないですか。で、サメって迫ってきてたらさ、トサカみたいなのあるじゃないですか。トサカっていうか、角っていうか、なんかヒレみたいな、なんか頭にさ、なんていうの、ウルトラマンみたいになってるじゃないですか。で、それが水の上に出てるから、サメがこっち来てても気づくんだけど、あれがなかったらもうサメってマジ強くないって思わない、みんな。オッケー、3枚目やるじゃねこれ。オッケー。
サメにトサカなかったら強いじゃん。それと一緒、イカに、ねえ、あれ。よし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 、最後結構無双できたな。最後いい感じだったね。まあローラーね、強いのはもう分かりきってたことなんで、次はね、次何使うかな。シューターからいこう。次シューターで次やっていきましょう。いくぜ。はい、ということでですね、次はエリアになりました。いやー、ヤグラとエリアと来まして、まあまあまあ、エリアもね、イカ忍者使えるよって。もうイカ忍者って何の、まあヤグラはまあまあまあ武器によってあれかもしれないんですけど、もうね、矛とね、アサリとね、エリアに関してはね、本当にもうね、イモってるね時とかね、マジ強えから。本当にイモりつつね、本当にいるか、あ、いる、オッケー、イボ、オッケー。さてさて、ほらね、こういうのもね、イカ忍者だからね、バレない、バレない、バレにくくなるから。オッケー、これやるから。オッケー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 。で、そば、ナイス、いいね、いいね、初動いい感じだね。さてさてさて、スペシャル溜まったらちょっと前線行きますか。この辺塗って溜まって、オッケーオッケーオッケー。ここ塗っといて、来てる来てる来てる。あー、左ローラー行ったな。こいつはやれる、オッケー、おっとっと、オッケー。さてさて、右バレてない、やばい、これやばい、死ぬ、オッケー、これで食いぼ、オッケー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 。さてさてさて、さっき上行ったやつはどこ行った。ローラーが上行ってたけど、まあいいや、高みの見物と行きますか。さて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 、はい、クイーボ、こんにちはー。オッケー、今より、で、そこにローラ、ローラ、やばい、ローラ、ローラ、頑張れ、ローラ、ローラ、ローラ、クイーボ、ローラ、ローラ、ローラ、ロイナイスー。オッケー、いい感じじゃないこれ。あとはもうここに持ってる。ほら、全然しぶき立たないでしょ。だから、バレないんだよ、マジで。ほら、こうやってね、ほら、全然気づいてない様子だったでしょ、彼は、彼。オッケー、やばい、やばい、やめて、やめて、こいつなんか、どこ行った、やばい。オッケー、勝った。勝った。イエーイ。これストレート勝ちだったな。いいね。いや、マジね。特にね、敵ってね、焦ってる時とかね、もうね、周り見ないからね、もう、イモってのも強いしね。イモりながら近づいてるのと同じだからね、渋谷。はい、ということで、次はチャージャーを使っていきたいと思います。まあ、チャージャーね、スプラトゥーン1と違って、2になってから、クルッパンってチャージキープできるようになったじゃないですか。で、そのチャージキープの時って、大体っていうか、イカ速、イカ移動じゃないですか。だから、その時に、そのね、イカ忍者が使えるってなると、敵も気づかないわけですよ。急に撃てちゃうみたいな。もう、寿司より強いじゃん、そんな。やばくない？急にだってさ、イカ忍者で、もう、意味わかんないとこから急に撃たれて死ぬみたいな。もう、いきなり隕石、頭にぶつかったみたいな。あ、誰も。オッケー。え？オッケー。え？やれないんだけど、やばい。やばい。どこ行った？やべえ、あ、マジか、マジか、やばい、マジか、ごめん、マジごめん、いっちゃいっちゃいっちゃい、ダイナモ行ってる、後ろから、頑張れ頑張れ、いっちゃいっちゃい、いいよいいよ、マジ2枚やってんじゃん、マジマジ、行っちゃう、もしかして行っちゃう感じ、もしかして、そう、チャージャー強えだろこれ。そうなんだよ、イカ忍者マジ強えだろチャージャー。いや、俺が見せしめたわ。そうなんだよ、こんだけノックアウトできるぐらいイカ忍者ってマジ強えから、チャージャーで。本当にみんなもね、よかったら、まあね、まあ俺がキャリーしたって言っても今のは過言でもないね。イカ忍者のパワーって言ってもまあ過言ではないですね。ありがとうございました。お前の母ちゃんファンキー、お前の顔マッキー、このペンはマッキー、みんな大好きアッキー、ドゥルルルッドゥドゥドゥ、チャンネル登録してくれたら嬉しい。